こんにちは、海進整骨院の山田です。今回頻尿の対処法としてですね、腰椎3番、そして腰椎5番で股関節に関係する体操をご紹介したいと思います。まずですね、片足はですね曲げて、このぐらい曲げていただいてですね、でもう片方はまっすぐ伸ばしていきます。はい、まっすぐ伸ばして、で大体膝のちょっと前に両手を置いていただいてですね、はい、でここで、はい、まっすぐ足を伸ばして、この伸ばした方の足に、はい、体重をかけて、ぐっと体重をかけて、でこの時にこっち側が少し浮いてしまっても構いませんから、少し体重をかけていきます。ぐーっと、はい、でこれでゆっくり、はい、ここのここですね、ここのところ、ここに股関節があるんですけども、ここを伸ばすようにぐーっと体重をかけていきます。はい、でこの状態で、はい、何回かこちら側にちょっと体重をこうかけていきます。はい、はい、でこれを 2,3 回して、今度反対ですね、はい、反対にも同じようにぐーっと体重をかけていきます。体重をかけていって、で何回かこう体重を 2,3 回乗せます。はい、動きとしては、はい、これだけなんですけども、はい、こうすることによって、はい、腰椎5番、腰椎3番で股関節ですね、はい、これが整ってですね、でそれが整うことで、ここの鼠径部のリンパの流れも改善していきますので、はい、今回の対策としては皆さん試してみてはいかがでしょうか。それではよろしくお願いします。